酒神社は福岡県釜市にある神社。旧社閣は孫社。鎮座地の近くには恩河川が流れる。祭礼において酒を祀るが、これは日本で唯一であるという、神後慶雲三年に建立とされる。江戸時代中頃に編纂された筑前国属風土記には大明神とあり、11月13日の祭礼に酒を神に高しむと記し、 鮭をあがめることに疑問を挟みつつも、あわびくんみの類であろうかと述べている。また、江戸時代後半に編まれた、筑前国属風土周囲では、最礼日の9月23日に鮭が川を遡り、当神社の斜辺を流れる川にまで来ることを述べ、渡積を祭るがゆえに海魚が昇ってくるのであろうとしている。境内に、明和元年の年を持つ、鮭塚がある。 法暦十三年の胸札には、社の近くにある、マナイ大使と呼ばれる岩に、毎年旧暦十一月十三日に、竜宮の使いとして訴状してきた鮭が鱗を、くっつけるという俗説が書かれている。鎮座地のある集落では、鮭を取ると、目がつぶれ、家計が断絶するという言い伝えがあり、今でも鮭を食べないしきたりが残るという。また、 土地の人が誤って鮭を食べてしまった時は、今食べたのはマスだと言い訳したとも言われる。境内の鳥居脇に、風福すの木が植えられている。鮭の素性は、産卵を伴うことから、縁結びのご利益にもつなげられたと考えられる。集落の方に聞いたところ、完全なマスコミの影響であり、鮭を食べないなどの俗説は、嘘とのこと。ただし、恩賀川に上がってきた鮭は奉納する。 酒神社は盆地にあるため、昔は魚自体に馴染みがなかったことと、酒神社という特殊な神社が重なり、それが尾ひれがつき、広まった都市伝説とも言える。また、九州地区の食品加工の酒はマスであることがほとんどであるが、仮に寿司を食べに行って、本物の酒であっても気にせずに食べるとのこと。また、先祖代々、酒は、 食べるななどの言い伝え等もなく、恩河川に上がってきた鮭と、食用の鮭及びマスは、明確に分けているとのこと。また、集落は、約70世帯ほどだが、2世帯のみ、鮭を食べないことを確認しているとのこと。ありがとうございます。